聞いたり聞かなかったりコメント読んだり読まなかったりでもそういうなんかがあれっていうか普通じゃないのか普通っていうか常識なんかまるで無視してるよくわかんないけど超楽しい炎上してたりしてなかったりゲストが話は聞きに来てたりまるで音楽のような放送進むコミックのジェネレーション俺の話を聞いてくれついでに歌でも聞くらちょっと待ってその前にはしてくれネタバレだけは NG山田レイジのヤングサンデーイエーイということでついにやってまいりましたヤングサンデー皆さんのおかげでめでたく2周年が今日放送になりますねでも売ってないでも本気を何ゲームあっても売ってない本当に本当ですよしみちゃんはもう小学校、はい、聞いてますか大人気です皆さんありがとうございますいわゆるシカード難民が大量のシカード紙難民がシカード世界ではちょうどあの紙の本がもうないっていうんでいろいろもう早速噴射されたもうみんなもう雑誌出版前から焼かれてますから焼かれてますよ焼いてるからないんですね今日セバーそのあれだよ日本で一番噴射された人の話だわそういえばあ、そうなの？そうそう。あのまああの他にもいますけど、代表的な方ですね。へえ。はいはいはい。ということで本日はですね、はい、はい、2周年記念特集ということで、はい、ついにレイジさんがもうね、うん、師と慕う、うん、まあ一番最初にその漫画の書き方っていう本が読まれてから漫画家を。そう、その手塚治虫、漫画の神様手塚治虫について、そう、とことん語っていただくというスペシャルという。そうです。すげえな。いや、前回とは打って変わって真面目な。オープニング映像にグラタマを入れろっていうコメントが納得ですね。なかなか大暴れだったんで。うん、いや、どうでした、レイさん。え？前回、グラタマさん。うん、いやー、やるよね。やるよね。やるよね。あの、底力を見せつけられたよね。うん、完全なフリースタイルだよ、あれ。ほとんど。だって岡田さんがね、うん、出た時ですら結構2時間でもうだいぶ疲れてたのに、うん、倉玉さん全然変わんない。いや、あの後飲み行ける人でしょ。そう全然行ける感じ。すごい、さすが子供を産んでるだけあると。いや、関係あんのかな。何か女はタフですね、うん、そう、エネルギーを感じましたよ、ね、いや前回面白かったっすよ。みんな喜んでくれてよかったね、うんうん、なんかさ、俺とお前がいじられてるっていうかやっつけられてるのみんな見るの好きなんじゃん。そういうパターンはなかなかないですからね。いや、本当にもうコテンパテンだしじゃん。うん、そう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 、なんか本当にもう正直すぎて、うん、スポーンって言ってくるからこっちはそのおおっていう嘘だらけのね思春期の終わらないね、繊細なね、ガラスのハートの俺たち。レイさんが綺麗事で収めようとしたら、いや、そういうのちょっと分かんないなと思って。なんも言えねえ、なんも言えねえよ。いやー、そうそうそう。そうっしゃ、うん、ということで、まあ、前回のね、まだ見てない人はぜひぜひ楽しんでいただければと思うんですけれども、うん、今日はその手塚治虫に行く前にですね、なんと。ちょっと待って、えお前、前面来てんべ、お前の。何スルーか、ま、紹介しなきゃいけない。紹介しとけよお前。なんでもう何回も出てるの。いる。いや、大丈夫大丈夫。その冷たさ何なん。そのあったかく行こうよもうちょっと。いやいや、俺もそんな感じだった。もうみんな慣れてくれてんのかな。そうそう。じゃあ改めまして演出家の久世さんです。どうも、演出家の久世さんです。ありがとうございます。まあでも久世もね、うん、去年の11月ぐらいかな。そうだね、何回の時が初めてだっけ、うん、三島じゃない。三島の時だっけ。あ、三島の前もあったっけ、うん、まあなんかその辺がだから大体1年ぐらいだけども。あ、そうだね、くちゃん、うん、うん、もうレロレロ、うちの番組2周年ということで、うん、まあレロレロ知ってる人がいるってことはもうちゃんとね、去年のやつ見てると思うもんね、うん、レロレロやってってなんだよ。懐かしい。久しぶりだねあれね。あ、そうだよ、その回だよ多分。 JB 回、ね、JB 回、うん、あ、めっちゃ面白かった。いろいろありましたね、うん、なんかそのどれが一番
この1年で面白かったっていうアンケートもまたいつか取りたいなと思うんですけど、浅田真央覚えてらっしゃる。 あなたの浅田、そういえば衝撃的なデビューでしたよ。あなたはこの番組浅田真央でデビューされました。じゃあやれって言うからやるしかなくて、脳はないんで。脳はない、ね、脳はないですね。死なない限りやりますよ。真央さんどうですか、はい、うん、2周年どうですか。真央はやっぱりっていうだけだから全然面白くないんだって。手塚先生の話した方がいい。一刻も早く手塚先生の話をした方がいい。やいやいや、今日手塚治虫に行く前に、うん、なんかちょっとレイさんがすごいアニメを発見したらしいんですよ。なんか今期でやってるやつでしょ。そう、うん、でまあそれをちょっとなんか毎週毎週放送らしいんで1話ずつやっていくっていうのが3週、うん、来週から の, あの新企画なんですけれども、もうあの名付けました、僕がもうあれで、はい、いきますね、君はエヴァンゲリオンという名のアニメを知っているかねっていうコーナーです、ね、知ってる。なんか新世紀エヴァンゲリオンっていうアニメなんでしょ。ちょっと僕はちょっと、うん、同じ名前の聞いたことあるんですけど、もしかしたら違うアニメかもしれないんで、そうですね、俺らが見てきたそのエヴァンゲリオンっていう、うん、エヴァンゲリオンも知らないの。いや知ってる、ただ知ってるんだけど、そのエヴァ、俺たちのエヴァンゲリオンじゃない。この間始まったじゃん。この間始まった。すげえ始まったよ2016年に。え、もうなんか去年の話だけどな、始まったら。始めてみたらなんか時間軸になってた。時間がなんか去年の話みたいになってたよ。へー、何週遅れているんだって。じゃあ違う世界線から来てらっしゃるので。茶番はいいよって。あ、ありがとうございます。茶番はいいよね。でまあそのね、あのエヴァが始まったので、うん、あのレイジさん、うん、ちょっとあの毎週毎週、うん、新鮮な驚きとともに、うん、みんなにどれだけすごい。あのね、茶番じゃなくて本当に何も見たことないんです。ね、なそこちょっとはちょっと分かってもらいたくて。え、もしかしてそのサングラスって、うん、なんすか、あのお父様の。あ、分かっちゃった。フューチャーですか。ちょっとまあひげがまだね。手袋もないし。手袋がないんで。手袋ちょっと今度ね、ちょっと、うん、買ってください。来週はしたらお前に対して高圧的な態度で出ればいいんでしょ。いや、こうこう、あ、こういう態度で、こういう態度で無茶振りし続ければいいんでしょ。そうです、無茶振りっていうのあれよ。エヴァに乗れ。あれ無茶振りだろ。逃げちゃダメだみたいな、追い込んで子供を。そう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 。初めて見まして、ああいう話だったんですね。終わった？いやまだだって1話ぐらいしか見てないでしょ。1話だけ見ました、うん、まあ、ちょっとそれはね、来週からの企画なんだけど、なんか来週ちょっ と, ちょっと、うん、来週さ、そのエヴァ好きが一人来てくれるらしいじゃない、うんうん、でなんかその話もしたいみたいな感じ で,、うんうん、でちょっとだからその言いたいこといっぱいありすぎて大変だったん で, でちょっととりあえず、あ、ちょっと今日は手塚先生の話だからここで尺食うのもなんだなと思って。そうですね、毎回ちょっとじゃちょっとだけやりましょうかねと思いまして、はい、エヴァに謝ろうってコーナーを。何にも知らないでごめんなさい。ほいで、うん、オープニング見ましたよ、はい、エヴァンゲリオンのオープニング見ました。初めてあのオープニングをちゃんと見ました。あの残酷な天使のテーゼンの、あれ君らよくカラオケで歌ってる、まあまあ、うん、本物見ましたわ。あれを中島みゆきで歌うと結構いいんですよ。やってみてください。残酷なて。ありがとうございます。いいビブラートでしたね。はい、歌ってそうじゃないですか。いやいやいや、でね、いや、あのオープニングがね、あまりにもやっぱすごいなと思って。オープニングがすごいの。いや、オープニングのあの映像とメッセージとかがもうあの時代の本当に全てをこうわしづかみにしたのがもう納得がもうすごくできて。あの時すごいなんかむやみに悔しがってたけど、はい、これはしょうがねえべっていう。悔しかったんですか。いや、そりゃ売れてる漫画、売れてるアニメ全部悔しいんですよ。売れてないんだからこっちは。こっちは全力でやってんのに、残酷な天使ばっかりだよ、前天使なの、悪魔なの。残酷なレイジのテーゼ。本当にレイジのテーゼでしたよ、本当に。そう、始まるじゃないですか、はい、もうしたら謎の天使出てくるじゃないですか、うん、その後あれですか、なんかあの謎の記号が出てくるじゃないですか、はいはいはい、なんつうの、生命の木でしょあれ、うん、生命の木だから、いわゆるその旧約聖書的なやつでしょ、うん、であそこでさ、一発さ、スノブ
かけるわけで、あそこでパーって一発。だからこっから始まるのは賢い人しか分かりませんよっていうところで一線こうパーンと、だからバカは見るなっていうラインで見てる人は、うん、オッケー俺たち選ばれてるみたいな感じの気分にもう一発そっからこうパーンとサイン入ったところでの少年のアップですよ。少年がちょっとナイーブそうな少年、うん、はいはいはい、出だしが最初シルエット、うんうん、これおなじみのやつですよね。おなじみなんだ。おなじみのやつじゃないですか。だからシルエットから始まるといえば、うん、あこれあれだわね、皆さんご存知のウルトラマンですよね。あシルエットだ。そうだからあのちょっと書いてきました、これこういう感じの。えそれウルトラマンじゃん。それウルトラマンじゃん。これあのシンジ君来るかと思った。ウルトラ Q から始まる流れで、これで始まりますから。で、うん、だこれさあのウルテーマが流れてる時に、はい、あれ次はどんな怪獣っていうのが分かんないみたいな、うんうんうん、あシルエットで出てくる。毎回違うんですか。あの出ていろいろなんだけど、まだ見たことないやつとか出てくるわけですよ、うんうんうん、最初の頃はそのどの怪獣出てくるか知らないからみたいな、うんうん、ワクワクみたいなさ、うんうん、感じかなみたいなさ、うん、なってて、あなるほどなウルトラマン好きそうだよなみたいな、うん、そうそれでね少年があのアップであの回るわけで、うんうんうん、ないですか、シンジ君が、うんうんうん、そうそうそう、あこれはあれですよ、もう思春期といえば、はい、ぐるぐる回ってるわけじゃないですか、はいはいはい、あこれはもう思春期の少年の話だなっていうところからバッとこう入るわけじゃないですか、はいはいはい、あれ内面描写だったの。あなるほどね。あだから宣言なんだよあれは、うんうんうん、だからロングショートシルエットで顔でボンってきて、しかもくるっと、回ってるっていうのは、うんうん、あれ思春期って回ってますからあれ思春期の回る少年の話だぞっていうところからのやっぱ素晴らしいなと思ったのが、このシルエットからこれこういきます、これこれあのあ諸星当たるじゃないですよ完全に諸星じゃないですか。いやうるせえやつら書いてたんで、なんとなくちょっとなっちゃいましたけど、この少年がなんとなく青空をバックにあのみたいな感じで僕悩んでますみたいなこと、謎の裸体が上と下からも交互にこういきますか。ああそうだったそうだった、こう、うん、でこれ最初ですよ、これ一見シルエットかなと思って、だからあのバルタン星人かなって思わせつつ、はい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 、うっすら見えてるんですよこれ、うん、これ分かりますか、これ少年の童貞少年はこう念力でうっすらとこう見ることができるああそう制服の向こう側の制服の向こう側だからだからこの裸の少女が本当はこれ本来はですよシルエットなんですよこれ、はいはいはい、知らないから、うん、もうそんな14歳の年力をなめちゃいけないですよもうこれはまあ見えちゃいますから大変です大変だなと思って、この人めっちゃ面白いなオープニングだけでそんなにすごいまだちょっとやるしかオープニングやばいでね、このオープニングのにおける裸はありかなしか論争ってのはあるわけよ、うん、あんの、うん、だから今回手塚先生やるけど、うん、黎明期にそのオープニングにヌード出したらあかんやろって話じゃない、うん、でこれいろんなエクスキューズが入ってだん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 やたらと、まあ、まず最初は大人の世界の象徴として峰不二子的な感じだったりキューティーハニー的な感じでオープニングで裸入るわけ、うん、もうこれはもうそこでもう掴むわけですよ。でもう一つ無垢の象徴っていう意味で変身シーンの、うん、あの裸っていうのがこれキューティーハニーケーフで来るんだけど、うん、メルモちゃんもそうですね。実はその通りなんです、それを言いたかったんですよ。あそれメルモちゃんだからここで1個手塚治虫ブレイクスルーする。で手塚治虫この後話しますけど、とにかくこういうブレイクスルーが多い。手塚がぶっ壊した壁っていうのがもうやたらとあるあだ 少女変身もののルーツがだからメルモちゃん大人になったり子供になったり、うんうん、その度に服が破けたりとか、うんうん、っていうようなそういうようなことも大体あの辺が始まって、まあ、長井豪さんもやってるんだけどね、うんうん、そうっていうことでさ、そうするとあの今のルパンハニーメルモみたいなこれでどういうことかっていうと、これあれですからエロじゃないですからっていう、うん、あこれはもう大人の世界をちょっと垣間見るのと、うん、無垢の象徴としてのヌードですからっていうことのエクスキューズが乗っかって、うん、もう基本的に今のアニメはオープニング映像で必ず裸ですよ、ね、で光ってます今光ってますからシルエットが光るようになったんです今はだからなんかそういう こう系譜とかこれがまたその裸体のシルエットになったんだよね、うん、だ生々しさではなく無垢ってだって目閉じますから、うん、目閉じるのが基本ですからこれそれここで上下こうこうなってでくるくる回るここがまたもうたまんないですよねでそっからですよそっからどうなの覚えてますか、うん、いろんな大人の女たちがパン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 出てくるわけじゃないですか、うん、そうですね。で同級生の男一人も出てきません。もうジャイアントスネオいらない消えましたからあそこで
で、面倒くさいお父さん、言動で出てきますけど、うん、あれだけがパン出てきて、うん、ほとんど大人の男が出てきません。うん、女、どれが好きっていうキャバクラ状態が。なるほど。だからその、キャバクラエヴァンゲリオンが。キャバクラエヴァンゲリオン。回転します。なるほど。もうワクワクが止まりません、これ。そういう意味で当たるだったんです、ね、だけど、ちょっとこう落ち込んだ風みたいな。その時にこれ面白いよね。少年のアップがあった後に、うん、綾波レイの制服姿の、うんうん、これが窓越しなんですよ、ま、文学ですねこれ窓の向こうの制服の少女ってこれどういうことかっていうと、うん、触れませんっていう、これ入れてくるんだなって思って、あ、なるほど、そういうことやってたのかこの人はみたいな感じで、ここで文学性入れますよみたいな。そっからですよ、ガンダムオマージュ入りますよ。富野さんといえば、はいはい、あれじゃない、あれじゃない庵野さんといえば富野さんと宮崎さん両方に仕えてたっていう、うんうんうん、両方やってたっていうなんでおなじみじゃない、うんうん、ちゃんと富野オマージュがここでファーストガンダムのみんなが振り返って、うん、振り返って、うん、振り返ってっていうのをシンジ君一人でやりますから。そら覚えてねえわ。そんなんだっけ。そうなんだ。そうなんだ。でそこからの、はい、大好きなメカタイムみたいな。そっからナビタイムみたいになりますね。メカタイム、メカタイム、大好きメカタイム、うん、で謎のその掲示板が、うん、なんか謎の数字を並べて、うん、で謎のロボットなるものや、うん、メカなるものや、うん、この思春期っぽい少年はここに乗るんだみたいな、うん、そこで猫背のエヴァンゲリオンがガガガガガガッと上がっていくっていう、うん、で残酷な天使とか言ってんだよ、うん、残酷な天使が女子かなと思ったら、うんうん、そこで翼もあるんだみたいな、うん、そうするとそのエヴァに翼がこう生えた状態になって最初のカットと重なるわけね、最初のってことなんですね、うん、なるほどなと思って、そんでそっからですよ、やたらとカットが速くなる、そっから、うんうん、テンポがどん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 速くなってでどうなるかというと、これからヤバいこと起きるよっていう振りが人類そこ普通だねこれからヤバいこと起きるよ、うん、そのだからその中にちょっと倒れてる女だったり、うん、ちょっと何濡れ場もありみたいなところまでもうドキドキをこう加速させていくわけですよ、すげえ。そして最後にちょっとくるくる回ってた少年が一瞬笑って終わりって、はい、第1話始まるみたいな、うん、なるほどこういうアニメだったのかって、初めて分かりました。謝ろうと思います。もう全部見たっけ、うん、だいたい要素言ってはるから、これちょっと何かに似てるなと思って。何、ちょっと難しそうな知的な印象、文学の印象、はい、そして露骨なエロに期待させるものみたいな、うんうん、これあれじゃないですか、エッチな本買いに行って、うん、そのままレジに持っていけないから参考書とかをこう挟んでレジに持っていくみたいなオープニングですねこれ作品で例えるのかと思ったらそう日常で谷崎とか来るのかと思ったらそういう体験をみんなしてたんだよ97年には。だからネットはまだその普及してないから、うん、その簡単に見れるみたいな人ばかりじゃなかったわけだよ、うん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 、まだそのインターネットに手が届かない人たちもいたし、うんうんうん、その本屋じゃなければ裸に出会えない人たちがいた時代に、うんうん、みんなが体験したあれをオープニングにこう挿入していくわけですよ。挿入していくわけですね。やりますね本当に。始まったらなんかシンゴジラが始まっちゃうしびっくりした。あ、いや、その続き話で来週話そっかびっくりした、シンゴジラが始まったのかと思ったエヴァンゲリオン始まったら、あ、そんなに似てんだと思って、うん、なるほどな。じゃあその辺の話がまあ気になる人はまあ来週をお楽しみにしててください、うん、これが毎週1話ずつ、うん、でももう始まってるんで来週は3話分ぐらいやるってことですか。いや、そんなことない。そんな語ることいっぱいありすぎて1話だって、うん、あんなにツッコミどころ満載だと思わなかったもん。面白くて、だからほら何十年も経ってるからこその味わい深さっていうのあるわけ、うん、ね、熟成されたウイスキーのような感じ、ね、だし、あの当時のこと知ってるし、 あの当時以前のこと知ってるから。エヴァンゲリオン11年ものってことじゃあ、あの時そうねもう熟成してるし、 だ、ね、20年か、うん、でそのブドウがどうやってできたか知ってるわけじゃん、うん、だから、うん、その流れで、その作り手も知ってるし、俺だって作り手だったんだもん、その時思いっきり週刊連載してたんだから。そう、そして土壌も知ってますもんね。そうだから、うん、そのバックボーンになってたものの、うん、元ネタも大体同じようなものを見てて、うん、あの時こういう風にしてたんだ、だからみんな見てたんだっていう、
あの時何だって思って俺は見てなかったのが、うん、ああなるほどなっていうのが今になって、うん、いいよな長生きってなみたいなプラス思考少年は最後に笑いますからね。そう、少年は最後に笑う、少年は最後に笑って終わってますから。どう思うじゃないですか。聞いてますよ噂には、まあ、ダロ君とかね、ダロメオンかな噂だから俺エヴァンゲリオンに関する話はあの見ないでダロメオンに聞くっていうあれはどうなのこれは。とりあえずそのまたそのいろんなゲストのエヴァ感とかね、うん、まあ、クゼも、ね、うん、エヴァに関してはいろいろ、エヴァとちょうど同い年だったからね、シンジ君とか。うん、大体この1分半ぐらいのオープニングの解説で20分ですかあやべえそんなことになっちゃったということで、皆さんお楽しみにしててください。来週は、志摩良平と共に語るエヴァンゲリオンから。志摩良平ってドレスコーズの人はさ、はい、エヴァンゲリオン大好きなんだって。そう、うん、突然ハマりだして、あれ2000、うん、2000何年だっけ、2003年ぐらいかなあいつ変わんねえじゃん俺と。そう、後追いなんですよ、アドウェイじゃん、うん、でなんかすごい、これどういうことって聞いてきて、 俺もまあまあそんな知らんから、うん、深いとこまでは、うんうんうん、もうずっと、うん、まあ、あの辺の界隈、うん、どん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 詳しくなっていって、うん、あのえ参考書みたいなの買ったりして、うんうん、あの解体新書みたいな、そう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 この謎はねとか、うん、旧約聖書のねとか、うん、どうでもええわとそうですよね、ということで、うん、お楽しみにしててください。来週俺ちょっとずつ限度になるんで、ちょっとずつ限度今日は外すねだからシリーズ終わる頃には俺毎週これかけてるから。マジかよ、髪型も変わっちゃうってことで。そう、こう分かんない分かんない、その予告するとさ俺らの中でもうモジャリ玄道さんって呼んで、モジャリ玄道です、モジャリ玄道です、はいどうもこんにちはこんにちはモジャリ玄道、うるせえよあーうるさい、めっちゃ気さくやんモジャリさんちょっともう今日手塚でもパンパンなんで、ちょっとそのもうすぐにそうやで、そうやで行きましょうかね。ということで、手塚治虫2周年記念スペシャルなんで、はい、そうなんですよ。どっから行きますか。いや、ていうかみんなこれ手塚治虫通ってるか通ってないかっていうラインがちょっとね、うん、怖いんで、その辺もこう、コメントと一緒にやっていきたいなと思うんですけども、そうなんですよ、そうなんですよ。で最近20代で、うん、ビートルズ知らないって人が現れてんじゃん、で手塚治虫読んだことないって人もついに現れたなっていう、まあ、そうでしょ。で手塚先生は死ぬ頃、死ぬまでよく言ってたね、100年後も僕は読まれてるだろうかって悩んでた人なんだよね、うん、そうそう、ってことはさ、その意思を継ぐ者としてはさ、治ちゃん治ちゃんって言ってないとダメじゃないっていう、治ちゃんって言ってる人なかなか手塚さんとか手塚さんとかいや治の話した方がいいだろうって話よ。ああだからそれは失礼に当たらないと思うんだよ、人間治虫ちゃんとして。いやだからあの人神棚にあげられるの大嫌いだったの。あと天才って言われるのはあんまり好きじゃなかった人なの、うんうん、であとその審査員も嫌いだったの、審査される側が、これ有名な話だけど、っていうことで、なんか手塚治虫って言うと神みたいなことを、まあ、すぐ言いがちなんだけど、うん、本当はそうじゃない、ないんだよね僕はみたいなことを言いつつ、神だよ俺はって思ってた男なのあそんな大変なもんじゃないですとか言いながら意識はめっちゃ高いの、もう僕が当たり前だろ、僕が一番じゃなきゃ嫌だって思ってた人なの、っていうのがあって。でも今日のタイトルがその手塚さんの天才じゃない、うん、ということなんですけど、うんうん、天才だとね俺らはやっぱ思う、やっぱ思ってるよ、あんだけ裾野の広い作品群たちがたくさんあるから。まあ、大体じゃあ概要言いますけど、手塚治虫とはどういうものかっていうのは、だから戦後 の、 だからその漫画黎明期に学生時代を送ってた、はい、野良黒福ちゃんみたいな時代から、うん、その漫画で中学生新聞っていうやつからデビューで、もう本当に10代半ば過ぎぐらいにはもうデビューで新聞でその連載して、でそれが結構人気になってたっていうか、うんうん、とてつもないその速さっていうか、でいながらちゃんと大学出るんだよね、そうで医学部出てね、そう谷氏の精子の、ね、研究でね、あの博士号まで取るというね、とんでもない、だから超インテリで、まあ、お父さんとか お母さんとか、まあ、その血筋もよくって、でそれが有名な、だからあの先祖は手塚良庵つって、日本でその初期の外科医だったっていう、お医者さんだったってことなんですよ。ご先祖様からなかなかすごい医者の家系だっていうのがあってさ、でまあそのまあとにかく、時代が良かったっていうか、彼のその
時代が求めた才能だったっていうのはすごいでかくて、うん、科学と民主主義の時代にバンと出てくる、はいはいはい、しかも日本がカーッと伸びる時に、うんうんうん、そのあらゆる意味でまだまだ何にも手つけられてなかった漫画の世界っていうものをものすごい情報量を吸収しつつ全部革新してってテンプレをほとんど作り尽くしてたって、はあ、ほとんどのテンプレを彼ら作って開拓者だよ開拓者作ってだから、漫画雑誌とか貸し本から漫画みたいにどんどん移っていくじゃない、はい、もうとりあえず全部通っててそのたんびに一番新しいことをやろうとしてた人なんだよ。うん、だからなんかその実を言うとイノベーターなんだよね。でいながら文学超インテリだったんでそれプラス戦争体験っていうその生々しい体験が加わってるんで、うんうんうん、実はものすごくその本とか映画とかそういうものから吸収した知識で固まりがちな人なんだけどその人がものすごい過酷な現実体験をしてるんだよ、うんうんうん、これ全部乗っかって本当に惑星直列が揃ってですか。でもこれの一番 その証拠はあれだと思う。あのね、昭和3年生まれなんだよ、うん、昭和3年で、はいはい、お父さんは写真が趣味なんだよ。で前衛っぽい写真とか撮ってるの。で実はそのシュールレアリズム的な写真とか撮ってる人でお父さんって、うんうんうん、で勤め人なんだけどそっちが好きっていうさ、まあ結構芸術家だったんだよね、うんうんうん、その趣味がその、あの息子の誠さんに行くんだよね。そう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 。でまあなかなかこういうので宝塚の結構その、まあ、いいとこのお坊ちゃんだ。でしかもお父さんがそういう趣味を持っていたせいで、うん、なんと家にディズニーの当時のディズニーのフィルムがあったっていうね、うん、で家で見れるって家で見て映写するだけじゃなくってこうなってんのかって見てたっていう、こうやって動く、これを幼少期に体験してる人なんてほとんどいないんだよ、うんうんうん、でここ全部揃ってたっていうのがやっぱりあって、だからあの神を作る条件が全部彼のところにと整ってる。だから同期の苦しかった人は結構だからその手塚先生には嫉妬しただろうなと思うし、あと大阪っていうので結構いろいろ言われてるところもあったらしいんだけどさ、あそっか関西の人、うん、関西の人、そうそうそう、でその後で話すけど、水木しげるさんが手塚先生の5つ上ぐらいなの。上なんだ水木さん。そうでこれがまたすごい決定的にその2人の違いを作ってて、うん、でね、そう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 、え、じゃあ水木さんめちゃくちゃ長生きしたってことですか。そうなの、この間お亡くなりになったから。そう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 、でそのうちの話ちょっと話するんだけど、基本的に手塚治虫って天才ですって言って、うん、で、日本のアニメを作りました。まさにそうなんだよ、日本の週刊アニメって一番最初手塚先生が作る、うんうん、でそっからカラーも手塚先生がやっちゃう、うん、みたいな、一個一個全部やってる。でその下の世代は時はそう世代だから手塚先生イコール神、そうで、それを言ってる代表が藤子不二雄だったり赤塚不二雄だったりだったりするんで、もうなんていうのかな、もうそういうテンプレで語られてしまうんだよ基本的に。そうですね、もうその流れ、そう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 、うん、でそれで基本的にずっとこのパターンで俺見せられてた手塚治虫特番みたいなのとテンプレがまずあって、手塚先生はすごい先生だっつってまずアトムが飛んでるところが始まる、うんうん、でそらを超えて必ず見せられる。なんか今でアニメ裏で NHK で手塚治虫特集やってるらしいです。ああ、のだから爆笑問題の番組だっけ。あ、そうなんだ、みたいなこともすごい惑星直列だっつってみんなこう、うんうんうん、コメント言ってるけど、そう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 、そういうのとは一線を画すこのヤングサンデーの手塚。まああっちはなんかなんだっけ、今のあ最後の仕事場の話するとか言ってたんだけど、あ そ, うだ、それはちょっと今日はだから俺はどうするかっていうと、あんまよく知らない人にそのちょっと深いところまで説明できない、うんうん、でまあそのテンプレで語るとさ、まあ、大体アトムの話して、で火の鳥ですごい漫画を描いてました、うん、で一回ひどい目に劇画にやられそうになってブラックジャックで復活みたいな、それでそれを語る藤子不二雄 A みたいな、うん、で先生は唯一生き残った時役組なんで、うん、あの人が先生が神様でって言って、それでみんなが、ああそうなんだな神様なんだなって言って納得するみたいな、うん、それで有名人著名人有名人コメントがやっぱりあって、それ昔だったら立川大志とか手塚っていうのはね違うよねって俺は認めたねなんつってみたいなことを言うみたいな、まあ、テンプレがあって、でこれ の有名的な有名なこの漫画で、漫画で出来上がった手塚治虫物語っていう、これ手塚プロダクションがこうバンさんとやってるやつがあって、これがもうまさに手塚先生いい人です
すごい人ですっていうのをものすごくちゃんと書いてて、これは結構なんか俺は結構好きで、なかなかよくできてるんだけど、ただこれダークサイドに触れてないの。ダークサイド、うん、で手塚先生っていうのはスティーブ・ジョブズですから、実を言うと。おっと、そうなんです、スティーブ・ジョブズなんですよ、はい、つまり手塚先生がやりたいと思ったせいで、言い出したせいで、とんでもなく現場が迷惑するわけ。あ、でその当時の喋れる人だけが喋っていて、いろいろ大変でしたねみたいなところから、だん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 時代が経ってって、そろそろ俺たちも言わなきゃやべえんじゃねえかつって、当時の虫プロにいた人たちが体験記を喋り出すみたいなことが第2シーズンで始まる。ほう、そうそうそう、これはだから手塚先生はいいけど俺たち大変だった話で、これだから最近だとブラックジャックの作り方みたいな、あの秋田書店でこの漫画がすごいになったじゃん、あのなんだっけ、あブラックジャック創作秘話、そう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 、だからあれに書かれてるような壮絶な話が、うんうん、まあ、最近こう出てくるようになるわけだよ、うんうん、でまあいっぱい有名なイカれたエピソードがあるわけで、メロンとチョコレートの話が一番有名だよね。だいきなりメロン買ってこいって編集者に夜中に言うわけよ。へでメロンがないと僕はもう書けないとか言って、ダダッコこれ、こんな時間にやってる店ないですよ、だいたい季節だって違うしみたいな大騒ぎして、でもメロンがないと原稿が落ちてしまうみたいなことも言ったりと、でこれをだからドラマでやった時にはチョコレートがないと僕は書けないですみたいなことになったみたいなさ、うん、であとはもう手塚先生といえばもう、あ実はあれなんですよ、あのバトルの人なんだよ、バトル喧嘩ばっかりしてた人なんです。なんでかっていうと僕自分が一番だと思ってたから、だから次の才能が出てくると気に入らない、まあ、気に入らないんだよ、気に入らないんだけどすっごくいい人だし社交的だし紳士なんだよ。なんかそ俺もレイジさんから聞いた話ですけど、あのね石ノ森章太郎が仮面ライダー作った時かなんかにものすごい、いやジュンね、あのジュンっていう作品の時に、まあはい、一番有名な、そう、それがだからテンプレとしてまたその大友克洋にライバル心を持ったみたいな、僕も書けるよあれって、僕もアキラ書けるよみたいなことを大友さんに言ったって話があるんだよ。でこれもすげえ言われてる話、そうそうそう、でまあこういう話する、まあでも子供にはいい人だったんですよみたいな話も入って、でバランス取るみたいな、そういう第2期があって、で第3期になるとね、いよいよね手塚やべえよなって話になるんだよ。でこれはあんまり番組になったりコンテンツになったりしてないけど、漫画マニアが集まると手塚治虫ほど変態はいないだろうって話になるわけ。ああ江川って、俺はこの実はこの漫画の描き方っていう手塚先生が、うわえそれルイさんなんですか、俺の本、うわでこれ俺の聖書、年季入りすぎでしょ、そうそう昭和52年の5月初版っていう、すごいな初版本なんだ初版初版本初版か、うん、でこれだから11歳の時にこれ買って11でこれがあったから俺も漫画家になってる、これを暗記するぐらいに読んでた、コーランですな、コーランコーランですね、そう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 、だからそうなんだよね。で、まあ、ここに書かれてることでいろいろとそのみんなこれと石森先生 の漫画の書き方の2種類を、あ、赤塚先生も書いてたんだけど、この当時はみんな読み絶やすわけ。へー。で信じる人と信じない人が出るわけ。あ、そうなんですか。で これに対して反論する人も結構多い。はいはいはい。でその急先鋒誰ぞ、江川達也だね師匠が師匠え、どうすごいねじれただから俺はこれをだからコーランだと思って、うん、聖書だと思ってきてるけど、江川さんはここに書かれてる特に気に入らなかったのが、人体はゴム人間っていうくだりがあるんだよ、うん、で手塚先生は基本的にこの本で何を言ってるかっていうと、漫画は落書きだ、何書いたっていいんだっつってんの、うん、で俺はそのパンク精神にまず打たれるわけだよ、うんうん、もうでリアリズムじゃないんだと、リアリそんなんじゃないっつって、要するにあの願望をまず描けと、でね誰でも、ま、すごいんだよ、第一章から全く絵が描けなくていいって書いてあるの、おもうねおさむちゃん最高、ね、そうなん、うん、だからそれは技術論って違うんじゃないのって思っている小学生の俺にもうドストライクにこう入るわけ、うん、絵描けなくていいって、うん、そう、そしたらまず自分の望んでることを文字で書いてくれっていうの、うんうん、そしたらあのうまいビフテキが食いたいなとか、うん、サラリーが倍にならないかとか、うん、阪神にもう少し強くなってもらいたいとか、うん、上司を殴りたいとか書いてあるわけで、それを横に絵を描いてくれと、その絵を描け、これが漫画だって、だから言ったじゃん、あの願望かけって言ってたでしょ、うんうん、だからそこから来てる、これはだから俺は聖書の中からこれを学んで、だから漫画っていうのは売れるんだっていう、そのみんなの欲求不満みたいなものをその解消するものだって、であの
絵なんかどうだっていいんだよその後だよっていう精神だからこの人はデッサンしろって言わない。一箇所もデッサンしろって書いてない。ただ観察しろって言って周りをこうやって、で写真見ながら車とか書くなっていう、車を見たら覚えとけってそれで書いてみろっていうっていう書き方する本当にアーティストだなと思う。そこは、うんうんうん、そういうところはすごくあって、うん、でその飾っとこうか聖書だから、うん、飾りましょう飾らないとそうそう。でその、まあ、江川さんみたいにそのデッサンやってる人たち、うん、それからその、まあ、その割とそのアカデミックな高校で来た人っていうのは手塚先生のあのゴム人形は気に入らないんだよ。あのね、絶対さっきなあの人体はゴム人形だっていうね説をねあの人唱えてて、それでこう あれあるかな、あの黒板あったっけ、ああそうあれあこっちの方がいい、ありがとう、ありがとう、大丈夫だよ大丈夫だよ。こうやってまず人を描くじゃん、はいはい、こうやって描いちゃうんだよ。すごい人って言われるから人って見えますけど、ね、でこうやってやってこうやって手描いて、これ手なんだよ、うん、でこうやって描いて、でこうやって描く、でこうやってえへへみたいな、これでいいんだ。顔から手が出てるけど、これ例えば手塚先生だったらこれだから、それ面白いねっていう、そういうキャラクターっていうねって言うと思うんだよね。でこう、うん、このこういう風に絵を描いていいっていうことを、まあ、言い出しちゃったもんだから、うん、あの要は骨格組はそのふざけんなってことだ。骨格組、うん、骨格組から言わせると、うん、こんな骨格的にはありえないって、うん、でももう大体そのアトムの顔からして実際にありえないか形してんだよ、うん、そうなんですか。明日のジョーもそうでしょ。だから、まあ、明日のジョーをフィギュアにするのすごい大変だったわけよその辺の事情はフィギュア業界の事情。アトムもこういう風にこうこっちのこのこういう形してっから、はいはいはい、この角が角みたいになってるんだけど、髪の毛 あの手塚先生がこれあれなんだって、あのなんだっけな、寝癖がついてるとか、あのちょっとこんな変な髪型になってる時があって、うんうんうん、それをこう使ったらしいんだけど、これおそらくミッキーマウスの耳をこれに尖らしてるんだと思うんだけど、それでどう考えてもこれとこれが重なる瞬間っていうのは必ず 3D だったらあるんだけど、うんうん、一度も出てきませんからだからそういうその絵の矛盾っていうのかな、はいはいはい、2D における絵の矛盾になっても関係ねえっていう、うんうんうん、それくらいね手塚治虫って実はめっちゃロックな人なの。そうでそういう風に言われたら俺はそこでそのあれだよ、ライトマイファイヤーだよ、だからハートに火つけられちゃったわけ、うんうんうん、それで OK これで俺じゃあやるぜみたいな感じになったみたいな感じになる。で今日は37分だけど、うん、ただしその手塚治虫って人は天才だ、まあ、変態だいろいろ言われてるんだけど、これあのずっとそのいろんなその俺マニアだったんで、うん、とにかくその手塚先生関係だと本人に会ったことがないし、あと息子さんに会ってんだよ、うんはい、誠さんに、はい、とあと手塚プロの人と仲良くさせてもらったしたこともあるんだけど、うん、あの基本的に本人に会ってないでなんか言うのもなとは思うんだけど、うん、ただその手塚研究本というのめちゃめちゃ読んでる、うん、で だいたいねそのなんかな天才とはいえどんだけ努力してんだよっていうか、うんうん、めちゃくちゃ努力してる人なの本当に、うん、ちょっとおかしいくらい の努力をする人なんだよね。でその努力の方法と、うん、あの メソッドね、要するにやり方、うん、それからその傾向みたいなものはだいたいね 12、3 ある、うん、っていうのが分かった。え今日あのその銃の方法で言ってるんですけど、増えましたただちょっと待てよこれもだなこれもだなみたいなあ感じになりましたよね。そうすごいな。そうなんだよ。そう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 。じゃあもう今日はそれをもうそうでちょっとあのさっきのバトル話ちょっとだけ言わせてもらうと、はい、面白いんだよね。手塚先生ってその時代の一番売れてる人気に入らないんだよ、うん、でも仲良くするの、うん、だからすごいいい人なのお坊ちゃまで、うん、だから憎みきれないんです ねいやいやどうもどうもってやるんだよ。あいやいやいつも呼んでるよみたいな、うん、でいい人だなってみんなに思わすんだけど、うん、その裏で陰口を叩いてしまうクズやん分かりやすいでそれその周りだけに言っときゃいいのに、うん、ちょっとあのコラムとかで書いちゃったりとかえ漫画の中でからかった描写とかしてしまったりするわけ、うんうんうん、
で一番最初がその当時最初にこう出たての頃にやっぱ一番有名なすごい有名な事件なんで、福井英一っていう伊賀栗君っていう漫画を赤道祖図之助を描いた人がいてね、でこの人が、まあ、最初売れてたんでね、で仲良かったんだよ。でこの人もともとアニメーターでね、福井さんって苦労人なんだよね。だけどとにかく丸ペンで描くもんだからさっさ描けない。でも手塚先生ってものすごい早いんだよ、でしょうね。そう、うん、でおまけに徹夜するだから半端じゃないの量が。でも福井さんは徹夜できない人なの、徹夜がもう向かないなって言ってたの、なんだけど俺と一緒だ。そう、なんだけど、ある時手塚先生と一緒に仕事するってことがあって、無理やり仕事突き出されたことがあって、できるじゃないかって言われたんだよ。できるかなと思ったんだけど、やっぱ無理だなと思って、でも福井さんその後あれなんだよ、結構無理して仕事するようになっちゃう。へえ、そんで缶詰仕事で、でまあその手塚その、朝まで仕事してみたいなことやってて、そしたら結局ねいきなりね33歳で過労死しちゃう。マジかよ。え、じゃあ唐突に本当に去年34歳満33歳死んじゃう。だから手塚先生が殺したようなもんだ。わあ手塚先生がで、しかもそう言われてた当時。マジか。そうで、しかもこの時に手塚先生との喧嘩の時に言ってたのが、手塚先生が福井さんはいらないコマを書きすぎるって、それはページを稼いでお金をもらいたいからじゃないか、僕はもっとタイトにして必要なコマしか書かないって、そんなことないんだ、いろいろその漫画とは漫画はコマとコマの間に情緒のある何か入れたりするもんなんだみたいな大喧嘩、とっくみ合いの喧嘩して、とっくみ合いの大喧嘩になって、ちょっとで来いやみたいな感じになって、で居酒屋に場所を移して、間にババノボルさんっていう人が入ったらしいんだよ当時の漫画から、うん、ババノボルさんってあの11匹の猫の絵本の人、まあまあでさ、仏向かい原に住んでたババノボルさんがまあまあで、マジで、マジかよ、それくらいのなかなかそのファイターだって。でも実はめちゃめちゃいい人なんだよ、うん、だけど いざっていう時だから、その石森先生の時の純事件っていうのも、うん、あの時もその純っていう漫画をね、うん、手塚先生のコムっていう火の鳥を乗せるために作ったガロのライバル誌っていうね、うん、だから基本的に手塚先生のための本なのに、うん、一緒に乗った石森先生があの実験的な作品を作って、うん、ほぼ全部鉛筆みたいな感じでタッチ書いて、はいはいはい、セリフがないっていう、うん、情緒的、うん、圧倒的支持みたいな、火の鳥よりも人気上みたいな、もう気に入らない手塚先生黙ってりゃいいものを、あんなの漫画じゃないですって言っちゃった。なんで言っちゃったよ。言っちゃダメだよ。おさむちゃんって。心境は認めない。そう、すっごい嫌な感じで。そしてそれを聞いて、石森先生は、はい、手塚先生のこと憧れて上京してるし、うん、手塚先生のアシスタントもしてたくらいなんだよ。そうなんだ。大好きなんだよ。はいはいはい、なのに、で書いてくれって言うから、わざわざ書いたら、何悪口言われてるみたいな。そんで編集部に電話して、あ、じゃあ俺辞めた方がいいと思うんでっていう風に石森さん言ったんだ、うんうんうん、それ聞いて手塚先生夜中に石森先生の仕事場に一人でコンコン、うん、怖いな、おーおーおー謝りに来て、おいやっぱええやつやな、いやそうだ、手塚先生バトルと最後謝るっていうそれセットなんだ、セット、喧嘩はするけどセット、そう悪気はない、そう悪気はない、素直にっていうか、いやいい人なんだ、ただそのとにかく追い込まれて1位でいたいっていうのがあるってすごい大変な人っていうかさそう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 、でね、そのもう一個でさね、面白いのがね、いやめちゃやばいんだこれ、本当一晩かかっちゃうんだよこれ、でざっくり概要の中で忘れてたけど、この人1928年生まれで昭和3年生まれなんだよ、はいはいはい、でねこれね面白いんだよ、寅さんと同い年なんだよ、渥美清さん、あ、渥美清とね、渥美清と同い年で、森先生、森清さん、あとに田辺聖子と一緒だし、ね、田辺聖子、田辺聖子って小説家の、俺の大好きな、あなたの大好きな、俺のおばあちゃんの一人、あ、お前のおばあちゃんの一人の聖子ちゃんはおさむちゃんと同級生、でそのあとね、河合駿、まだ河合駿先生もそうだし、あと羽生結弦先生とかもそうなんだけど、河合先生もそうなんだ、そう、あとね、エンリオモリコーネヘイトフルエイトでおなじみの、本当だ、撮ってたら、いや、どんだけすげえんだ、モリコーネすげえなと思って、モリコーネまだやんだっていうか、うん、かそんな年だったんですね、そう、エンリオモリコーネってさ、28年だよ、で、いましたよ、もう一人、誰ですか、大事な人が、フィリップ・ケイ・ディック、お、マジか、俺のあの大好きな大好き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 
ディックもそうなんだよ、おさむちゃんと一緒なんだよ。はあ、やばいんだよあいつら。でね、一番ウケたのがね、あのおさむちゃんね、昭和3年 の、 あの11月3日生まれなんだけど、同じ年の11月18日にまた有名な人がお生まれになってる、誰でしょう。その答えます、お願いします。ミッキーマウスです。え、ミッキーマウス、ミッキーマウス誕生日なんだよ。へー、それが28年の11月18日なんだって。これそんな設定もあるんだ。めっちゃ面白くない？面白い。この全員、うん、今名前挙げてる全員が同じクラスにいたら最高ですね。最高だ。わけわからんけど、わけわからん、自意識過剰すぎてみたいな。でこれ、まあ、ちょっとまあ早めにじゃあちょっと無料部分で言っちゃうけど、これどういう世代なのかっていうと、はいはい、これ大変な世代で、うん、あの10だから15歳とかだ、中学生入るくらいに戦争始まっちゃうの、うんうん、で17歳ぐらいまで戦争終戦になる、で焼け野原になるっていう地獄を見るんだけど、うん、これなかなかきついのが、もうちょっとその後の世代っていうと、戦争知ってても子供で何も分かんなかったっていうのは段階以降の、あ、はいはい、まあ、そのあたりになって、あとなんかその戦争の時期に食べられなかったみたいな時もある、よく分かってないじゃんまだ。でその戦中派っていうのはもうそのあんまり物がなくなっていくところから始まって生まれてるから、そのマイナスからのスタートだから人生全部プラスになるんだよ、うん、で段階世代になると悪かったのは全部前の世代ってことなんで、言いたい放題なんでやつら、でそれで言いながら時代もこう上がっていくから、うん、もうそれは理想を語れるわけ、うんうん、だけどその前の世代っていうのは、戦争前っていうのは教育直後受けてて、うん、天皇のために死ぬのが一番正しいっていう教育をまともに受けてるのこの世代実は、うんうん、でこれ小学生の時に教育直後受けてて、で実はそのちょい上の水木先生は学徒出陣してるわけですよ、うんうんうん、だから、うんもっと気の毒だから、戦地行って帰ってきたら、うん、あの将棋軍人とか、まあ、その居場所がなくなっちゃって、それであの魚屋やるわけだよ、うん、あの水木先生は、うん、で地獄のその貸本屋生活からっていうのをこの間その NHK でやってたあの流れになっていくんだけど、うん、手塚先生っていうのはあの行かなくて済んだ、うん、工場にいたっていうさ、これはなかなか絶妙なんだけど、とにかくなんでこんなにパワーがあんのかっていう、死ぬほどエネルギッシュなのこの人、うん、とにかく寝ないんだよ。そう、それすごいです。で、あともう連載何本やってんのぐらい、基本ね5、6本が基本だったの。基本、うん、だからあのアトムとかやってる時に7本ぐらいやってんの、連載、漫画の連載を。で同じ自分の自宅の敷地内で毎週1本アニメ作ってる。どうかして頭おかしいの、で、那先生よりすごいですね。そうで、なんでそれをしたのかっていうのをよく言うんだけど、漫画が好きでしたで、そんなんさ、漫画が好きな人いっぱいいるって。まああれ A さんも大好きですよ。そうで、漫画が描くのが好きでそれもいっぱいいるわ、うん、で、アニメが作りたかったって人たちはいっぱいいるよね、うん、やっぱどうしてこうなっちゃうのかなって言うと、やっぱりその当時の先生の本見てると分かるんだけど、やっぱさっき言った宝塚のお坊ちゃまで、目の前に宝塚劇場が近くにあって、うん、で、あれはリボンの騎士になるんだけど、あのレビューを見てる、で昭和の明治から続くその戦争勝ってますみたいな時期があるわけじゃん、うんうん、それの豊かさのピークみたいな、昭和モダンみたいなの、うん、ほんと絶頂期の情報を味わったそのティーンエイジャーだった彼、はあ、よくさ、よく赤ん坊にね、泣いてる赤ん坊にねお菓子あげて、でそれで食べようとしたらパッと取ったら大泣きするっていうじゃん、うんうん、一口食べたところで取られたら、うんうん、大泣きするみたいな話しあんじゃん、うんうん、もうまさに手塚先生そうで、大変な美味しいものを周り中にあっていくらでも食えてたのに、うん、はい今日からないですって言われた人なんだよ、うん、で同級生死ぬわけ、戦争行っちゃうわけ、うん、でその先生はあれなんだよ、機銃掃射で殺されるんだよ、あの髪の時取れて出てくるんだけど、とにかくもその自分の周りにあったものがまず一旦なくなるっていう、はいはいはい、で好きなことが全部できなくなって、どうするかっていうと、この人どうしても漫画描きたくって、うん、ガンガン空襲されてんのに、その工場の中のトイレで漫画描いてたんっていうの有名な話、うん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 、それくらいその極限まで自分にやりたいことができなくなって死ぬんだってところまで覚悟してからの終戦だから、うんうん、これはねもうね、あの引いてた部分がすごすぎる。
死ぬかもしんねえパーンって俺書いていいのって言ったらものすごいけどやりたいこと全部やるってなっちゃう、うん、だから火の鳥で何回も出てくる死ぬのは怖い俺は死にたくないってのも、うん、だからもうずっと言うじゃん、うん、火の鳥って俺はだからそんなに生きるのにこだわるなよって、うん、上昇しすぎんなよってだから水の鳥って書いてあるねだからどっちもだろうと思うわけだよこっちからするとだからその穏やかな死だってあるじゃないかって思うから、うん、その負けることもいいじゃないかって手塚先生絶対負けたくなかったんだよで勝ち続けなきゃいけなかったし生き延びなければいけなかった、うん、これに病気が襲いかかるのは皮肉なんだよねでもそうなんですそれはでも寝ないんで無理もあるんだよ、うん、それはだから体に全部その無理がこうずっとこう日程のその崩壊みたいなのがだ医者だからそれ分かるでしょうにね、うん、自分やりすぎてるでそう、そう、でそんなわけで第一メソッドっていうとまず絶対にみんな言っているおなじみの手塚先生の言葉これは僕にもできるよえどういうことこれメソッドなの手塚先生ってねメソッドなんだ手塚先生ってねあのお兄さんいるのでめちゃめちゃマザコンなのそうでお父さん冷たくってお父さんは手塚先生のことを認めてなかった人なんです最後の方まで、うん、そのだから最後あのよく言う日だまりの木を読んで、うん、ようやくいいもの書けたなみたいなこと言われて嬉しかったみたいなことはあるけどえそれっていつだってなん50代じゃんみたいなそんな感じなんだけどそれくらいお父さんは頑固で融通きかない人 で、うん、お母さんだけに認められたかったんだこの人、うんうん、でお兄ちゃんに勝ちたかったでとにかく僕できるよ僕できるよ、うん、僕できるよボーイっているでしょ、うん、いる子供で、うんうん、なんかっちゃ僕できるよって入ってくる子、うんうんうん、まさにこの人からですそう最初はブラザーコンプレックスから来たってことですねそうでおまけに学校ではいじめられっ子天然パーマでいじられてガジャボーイって言われててガジャボーイそうだからモジャ仲間もじゃの先輩がもじゃの先輩なんだもじゃの系譜なんだなそうこの人あれだからあの税理士が頑張ってあの納税をねだ節税しましたって言ったら怒ったんですよえだから、うん、その、ね、番付あんじゃん、はいはいはい、納税番付で1位になりたかった、はい、そこも1位なんで節税するんですかって怒っちゃったって俺一生懸命仕事したのにそんなの経費にするなんてすごいのいっぱい納税して頑張って面白いわで、あらゆる時代にだから一番でいたいって思ってた人で、うんうん、でそれがずっと続くからその何ですかの何ですかなこう、まあ、ミッキーマウスがあってピノキオあって、うん、僕アトムできるもんみたいな宝塚あってレビュー出てリボンの騎士かけるもんみたいなバンビ見ちゃうとジャングル大帝かけるもんみたいなそれでだからドロロなんて妖怪ものなんていうのあれ水木先生のだから鬼太郎が当たったから、うん、鬼太郎のアフターだったのあれ鬼太郎のアフターのアフターってそう鳩よ天までは確かにあの仕留める辺とかあの辺のノリに対する あの訂正だし実は そこちょっとはっきりしないとこもあるけどでも、まあ、ほとんど何かしらすげえのが出たら、うん、僕できるよっていうこれがオサムスタイルですでこれ、ね、これはどうなるかというと和製ディズニーをやるわけだこの人、うん、だからディズニー僕できるよ日本語版ディズニーみたいな、うん、だから英語そのだからあの当時の名作みたいなその洋画で見ると俺だって日本バージョンでいいのできるよみたいな感じでやるこれね大変なんでとにかくあの変換して日本物にしちゃうわけ、うんうん、だからあのジャンルが果てしなく増えていくってだから増えてたんだだから自分書きたくないジャンルも僕できるからっつって、うんやることによって多分恐ろしいくらいの負けず嫌いなんだよ、うんうん、だから手塚先生無理っすよねみたいな空気あると、うん、いやいや僕できるよっていう誰だと思ってんのみたいな感じでやります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 っていうただ一個だけできないのあったんで何ですかスポコンですあ手塚先生ねスポーツ分かんないの、うん、なかったっけ確かに出てくるイメージはないないで挑んだ形跡もほとんどない形跡いやあのねブラックジャックとかでたまに野球選手とか出てきたりとか、はい、あとアラバスターとかでオリンピック選手とか出てくるんだけど、はい、スポーツのそのシーンは出てこないその試合のシーンとかがほとんど出てこない見たことがない、うんうんうん、試合がだから横でだからブラックジャック掲載された時に一番人気があったのはドカベンでしょそう野球をずっと延々試合やってんじゃん、うん、ずっと手術ですから
った手術でした。その毎週毎週ね。そうで、その手術の話も54分ですけど、まず1個目で手術の話もこれあれなんですよ、僕できるよから来てるんですよ。病気な症例なんですね。いやあのね、うん、手術ブラックジャック手術してんじゃん、はい、その時周りにギャラリーいるでしょ、はい、おーすごい速さだ、神のような手さばきだっていうのは、はい、手塚先生がペン入れしてる時に周りにいる人間が言ってるやつなんだよいつも。おあれはねオペなんです。マジかよ手塚先生。だからブラックジャックのオペはペン入れなんですね手塚先生、うん、っていう。それでふーっつってあとは頼むっつってアシスタントに任せるっていうやつなんです。でこれはそうだろうなと思ってたら、鳥獣戯画の日曜美術館の時に手塚先生がゲストで出て、鳥獣戯画っていいよって話をした時に、あの手塚先生が言ってたのが、これはね多分ね周りでね見てたと思うんです、角度をね、だからねこんな早いんですとか言って、だから腕がね飛ば僧侶もね鳥獣戯画を描いた鳥羽僧正も僕もできるよって言って書いてたに違いないとおさむちゃんは思ったらしいです。完全に自分に置き換えた。だから おさむちゃんは自分を鳥羽僧正と思ったいやその文脈しか持ってなかった人なんだろう ね、 そうだね、全部も自分がすごいわ、生き残った自分がもう、そうそうそう、そうそう、だからもうアキラとか見た時はもうイライラして、もうしたパーティーで大友さんいて、大友さんうわ神様いたみたいな、神様僕にもかけるんですよ、僕にもかけるんですよ、僕にもかけるんですよ、僕もかけるんですよ。じゃあエヴァまでね見た時はどう思ったの。それはだからいろんな人が言わせたかったろうなと思うし、安野さん悔しかったろうなと。僕もできるよ、僕見て、もうあれ言われたら漫画家としてこれ以上ない。逆にね、逆に手塚様の嫉妬を買うっていうことがステータス、もうそうだ、そうでしょ、もう完全に認められたってことで、だって一人前だよって言われてるのと一緒ですか。だからその以降の漫画家は羨ましいよね。あ、そういえば人体はゴム人間を、うん、あのずっと守ってる漫画家一人いますね。え、はい、誰ですか。あのゴムゴムの実とか食べるやつ守ってる確かにあいつだけがこれをちゃんとやってるから小田くんいいよ小田くん頑張れよ。確かにもう骨格ないもんね、うん、女の描き方もそうだし、うん、どんだけ巨乳でどんだけウエスト、基本ゴム人間なんだけど、ここって時にちゃんと骨格作るから、だから彼は そこブレイクする人。その劇画と、うん、あれの使い分けとか、そのめっちゃ筋肉あるやんっていうルフィも描くし、うん、あのゴムじゃんっていうのも描くから、あのその問題を解決したのは小田栄一郎先生です。なんか自由になりたいらしいですけど、頑張ってください。あと30年頑張ってください。頑張ってよ。30年かかるのワンピース、わかんないけど、まあね、10年はね、20年ぐらいは頑張ってください。自由になりたいよね。ヤングサンデーはね、小田さんをね応援してます。あの気が向いたら連絡くれればいつでもここ来ていいからね。この席開けときます。いいよ小田くん来てね。はい。小田くん来てね。はい。ということで、こっから先もちょっとあの限定でやりましょう。うん、はい。あのこもう一個のメソッドやるのに大変だ。今日や面白いな。いや面白い。お前俺に手塚を語らせちゃったんだぞ。いやすごい。そう。ありがとう。拍手したい。ありがとう。いや2周年にふさわしいね、この暑さと、うん、なんか今までのシーバージンのね、うん、あのいろんなことも乗っかってきて、うん、本当にこの手塚治虫っていうのが一つの、うん、今日ね、うん、見た人がこう、うんね、手塚の遺伝子をまたこう繋いでいくんじゃないかと。俺の仕事だからね、治虫の意思をね俺は治虫の意思をちゃんと引き継いで、治虫って言ってる人絶対いないですから。なんで分かんないっすよ。もうボンチヨさんもしか神にしちゃダメなんだよ。神棚にあげちゃダメなんだよこの人は。俺絶対がこの間も言ってましたけど、うんうん、絶対手塚さんもそんな性格だったら、うん、もうあの言ってました。ボンチヨさんが出てきた時に、僕にもできるよってやってたって絶対一人で。なんてえ、おさむちゃんだっす。はい、限定します。おさむちゃんです。手塚おさむちゃんです。ってね、やってけないかって。お前が一番怒られるわ。ちょ、まあ、どこ行くの。限定でしょ、まあ、そうなんです。来週の話をさせてください。あ、それやるの。それやるの。あったあった、ごめん
来週10月5日も新主題歌決定戦ですね、はい、ゲストしまちゃんをお呼びしまして、うん、また、うん、もう何曲今10曲ぐらい10曲少ない嬉しい嬉しい選びやすいみんなも選びやすいけどじっくり選んでなんか、はいちょっと僕のね知り合いは出したいんだけど、うん、ギリギリまで寝るって言ってたんで、はいはいはいまあ、30日締め切りなので、はい、30日の24時締め切りなんてこれ1分でも過ぎたらもう、うん、これもうダメにしましょうわけわからんとこ厳しいなあと絶対その、データで送ってねなんだ、なんでしたっけPDF じゃなくて MP3 で僕もできる僕もできるって言ってましたいいねいいね、いいねお僕もできるよ僕もできるよできるねできると思ってるよでプラス今日ちょっとあれや最初にやったみたいなエヴァを、うん、ちょっとゆっくり語ってみたいなと、うん、ちょ両辺にさ答え合わせしようかなと思って、うん、合ってるかどうか聞いてみようそしてその裏では矢野さん美術部も締め切りが30日ですので、うん私のメールアドレスまで、参加表明される方は入部届を送ってください、はいよろしくお願いしますもうちょっといけますっていうかまあ別に増えてもいいや、うんまあ、できるだけいろんな人に参加してもらってワイワイやりたいなと思いますもうダロ君はもう書き始めてるらしいんでねすごい1枚書き終わったとか言ってすごい早いよ懸願の方をちょっとやってはるやってはる、うん、でですね我々なんとこの間キングブラザーズのライブにそんな話すんの行ってきましてそこで出会った人とちょっといろんなつてが生まれましてなんとあのビッグゲストが11月ぐらいかな、はい、来てくれると、うん、いうことになりました、うん、でいいですそれ名前言っちゃういやそれはちょっとここでちょっとね、うん、ちょっとだけ予告だけしといて、うん、徐々に引っ張ろうと名前は言いません、まあ、ただあの松本時代に、うん、以来の、うんお笑いをやってる方がジャンルで言うとそうやけどそうやけどそうやけどもうちょっとねもうちょっとねということで、その3年目突入の矢野さんをぜひ皆さんよろしくお願いします、うん、では2周年記念手塚治虫スペシャル後半に続きますはい一旦会員に行きますはいチャオチャオ、チャオチャオ朝まで生手塚マジいやいやいや待て待て違う違う